まあ、そのにしもね、まあ、昨日は沖縄県知事選があって、まあ、それとですね、朝日の世論調査っていうのがあって、えー、岸田内閣の支持率が41%、不支持が47%ということで、まあ、不支持の方が、えー、6ポイント上回ってるっていうね、まあ、それもすごいなっていうふうに、あの、思ったんですけども、まあ、今日、えー、今ですね、7時、 7時、えー、のニュースっていうかね、まあ、NHK の方でもですね岸田内閣支持率っていうのが、えー、出ててですね、これが、これもびっくりするというか、ですね支持が40%、内閣発足後最低にとで、それと不支持が40%ということで、えー、支持40%、支持しない40%、40％拮抗してるんですよね。 でまあ、これ、まあ朝日でも、ですね朝日では逆転しましたけど、NHK ではきっ抗していると、まあ、ただ、この中身っていうのも、その先月の NHK の世論調査だと、ですね不支持が28%だったんですよね。で、えー 支持するが46%で,で、支持するが今回は6ポイント下がってると、で支持しないがですね、先月は28%、今回40%ということで、一気にこう12ポイントも増えているっていうのは、ですねもうこれはもう岸田内閣にとってはかなりの打撃なんちゃうかなっていうふうにあの思いますね。 うんまあ沖縄県知事選が影響したというよりも、やっぱりあの国葬問題とか統一教会の問題というのがやっぱり影響していると見るのが自然かなというふうに、まあ、思いますね。まあ、NHK は、えー、9日から3日間ということで、まあ今日までやったんですかね、うんまあ多少は沖縄県知事選の結果というのも、まあ、影響しているかもしれませんけど、まあでもそれよりもやっぱり僕は国葬とか統一教会の、えー、問題がです、ねまあ、大きく影響している。 教えてんのかなっていうふうに、まあ、思うんですけども、まあ、NHK も、えー、その国葬への評価、ね、安倍元首相の国葬への評価というのを聞いてるんですけども、評価するが32%、評価しないが57%と、まあ、いうことで、まあほ、ほぼ6割が評価,評価してないと。 まあダブルスコアでですね、まあ評価してないっていうのが、えー、NHK の世論調査も出てると。で、あと政府の国葬の説明は十分かっていう、えー、ことを尋ねたっていう質問項目についてはですね、十分だが15%。 不十分だっていうのが72%ということで、まあ、やっぱりね、あの岸田首相がね丁寧な説明を尽くしますって、何回も何回もあの丁寧な説明というワードだけをですね、まあ、連呼してましたけども、も全くそれが全然説明になってないっていうね。 うんだからもう岸田さんのやっぱ説明の仕方が本当におかしいっていうか、ですね、まあ、説明丁寧な説明しますっていうことを繰り返すだけで、本当に中身のある説明っていうのを全くやってないっていうのは、もうまあ僕は。 国民馬鹿にしてんのかなっていうふうに、あの、僕は思いますけどもね。で、まあ今、その、まあ著名人とかがですね、あの、辻元清美さんとか蓮舫さんがね、えー、国政の出席、欠席するっていうのをなんかツイッターにアップしたからなんかですかね。えー、そう,いう表明したところ、なんか走ったないとかですね、どうかと思うみたいなことを、なんかそういうキャンペーンみたいなのをね、僕は、まあネットのね、あのー、なんか、 ニュース会社とか,なんか報道会社とかマスコミですかね、なんかそれやってるような感じするんですけど、僕はそれはですね、それだけ、なんていうんですかね、国葬の賛成っていうのが広がらない、広がらないどころか反対が増えてるっていう、僕は危機感というか、焦りの表れだと思うんですよね、だから、国葬の欠席しますとか、ですね反対しますっていう野党議員を叩く。 叩いてるっていうかね。いや、僕なんか、まあ、まそれがどういうあれなんかわかりませんけど、どこにお金使ってんのかなっていう、僕は個人的には思いますね。いや、そんな世論対策よりも、あのー、ちゃんと説明した方がいいでしょうというふうにね、僕は思うんですけども、まあ、そういう著名人とかだってですね、国葬への妥当性みたいなものを、まあ、きちんと <laughs> 説明しているというよりは、なんか、 その枝葉の、ね、部分でその野党議員を叩いてるのかなという感じがしてです、ね、まあ、苦しいんだろうなと、やっぱ焦りというのが出てるのかなと、まあ、僕はそれはやっぱ政府の焦りとか、岸田政権、えー、自民党の焦りかなというふうにね、まあ、個人的には思うんですが、まあ、それは分かりませんけども。 まあなんか不自然だなっていうね、ここに来て国葬の欠席する野党議員を叩いてる動きっていうのが、ですねなんかもう、なんていうか、うまくでき,できてるというか、なんか突然振ってわれたようなね、でもそんなんで、その国葬への賛成とかが。 増えるっていううは、まあ、ないでしょうねうんで終わったらそれでその国葬の議論はあのー、済むのかという、僕は決してそうではないんじゃないのかなというのはまはあ、思うんですけどね、そういう、まあ、記録というか、ですね、まあ、国葬をやるといって世論の方の反対が多かったと、えー、また説明も政府の説明も十分じゃなかったという記録っていうのが、まあ のちのち残っていくっていうことでね、まあそれはやっぱ岸田さんへの評価にもつながると思うんですよね。だから国葬評価しないと6割いてると。えー、長野の品の毎日新聞では7割反対っていうね、も出てましたし、だからそれはね、ほんま何をどう著名人を使おうがですね、そんななんか筋の通らんこと、 世論が納得できないことっていうのは、ですね、それはもう何をやったっかんそこに金かけようが、ですね、そんなもん、あの賛成なんか絶対増えませんよということは、僕はあの思いましたね。うんで、まあ,あと、統一教会の問題にしても対応は十分かと、えー、これもね、まあ、先週、茂木幹事長がですね、自民党の調査、統一教会の調査を公表するということを、えー、言って、 179人っていうね、まあその数はすごいと思うんですけども、まあ、その中身について、えー、やっぱり国民は評価してないかなっていうのが、この NHK の調査にも出てて、対統一協会の問題点、対応は十分かっていうのも65、65%は不十分だと、うん、だから調査しても7割が評価してない。 っていうね65%が評価していないっていうところに、まあ、僕はやっぱ自民党の限界っていうのがあるのかなっていうふうになんか思いましたね、うんこれだとね僕はやっぱ岸田政権の先っていうのがまあ僕はやっぱ不安になるんじゃないのかなと、だから先週の動きとしては岸田,岸田総理が自らですね国葬を丁寧に説明を。 尽くしますと言って説明したと、で統一教会の問題にしても自民党の調査というのを公表しましたと、んだから普通だったらここで支持率がねドーンと上がって、あ国葬問題も、まあ、納得しました、統一教会の問題もですね納得しましたと、えー、岸田さん、よくやってるねみたいな、まあ、そういう評価、えー、につながって支持率が 上がってもいいんちゃうかなと思うんですけど、いや、全然、むしろ逆と、えー、不支持の方がですね、まあ12ポイントも上がってると、まあ、朝日でも不支持が、えー、8ポイントぐらい上がってたんじゃないですかね、まあ、少なくとも NHK では確実に12ポイント、えー、不支持が増えているっていうのは、全く評価、 されてない、されてないどころか、ですねむしろ、えー、国葬の説明もまあ雑というか乱暴というか、ですね全く僕たちが思っていることについて答えてない、統一教会についても、ですねあの全くきちんとした調査はなされてないという評価の表れかなと思いますね。うん まあ国葬にしてもね、まあ、僕は国葬っていうのは反対だと言ってますけども、まあ、一つの疑問として、なんであの国葬をやるにしてもですね、なんで国民全員出席できないのかなっていうね、まあ、野党議員とかにはね出席でか招待状みたいな届いてますけど、僕のところには来てないってもなんでなんかなっていうね。 で国民の税金使ってやるくせになんで僕たちは招待されないのかなっていうのも思いますしね。いや僕はなんかその、まあ僕は反対なんですけども、反対だからといって別に欠席するっていうかね、反対でも僕は出席してもいいと思うんですけどもね、僕はね。 反対の立場として出席するとかですね、だからそういうなんか行政訴訟みたいなのがね、あの差し止めの訴訟とかっていうのは起こ,起こってますけど、国葬の、僕なんか、なんで一般国民は出席できないんだっていう、まあ、そういう行政訴訟みたいなのが起こってもおかしくないかなって、個人的にはね、まあ、思いましたけども、も、まあ、納得いかないことが多いなっていうね、国葬の問題にしてもね。うんやっぱそれはやっぱ僕 やっぱ国民の税金を使うから、ですねそれはもう、なんなんだということになってると思うんで、まあ、評価しないと65%っていうのは、まあ、そこに出てるのかなっていうのは思いますけどもね、うんまあ、あと NHK のやっぱり興味深いの政党支持率で、えー、野党はですね、維新が5.1%。 1> 1で立憲民主党が4.8%ということで、まあ、先月よりも立憲民主党がですね5.5、えー、から0.7ポイント、えー、下げてると、で維新だって0.9ポイント下げてるんですけども、まあ維新えー、立憲民主党がですね0.7ポイント、えー、下げてるから、維新の方が、えー、立憲より上回ってるっていうね。 立憲民主党の泉代表がですね国葬、立憲民主党としては反対だけど、立憲民主党の泉代表としてはですね賛成したいとかね、賛成とか出席の可能性もあるって言ってみたりするっていう、まあ、そういうところが僕はやっぱり評価されてないんじゃないのかなっていうふうに思いますけどもね。う ままあほんまなんかまあ逆に、れいわ新選組が0.5ポイントほどまああの上がってるっていうのも、ねまあこれもまあやっぱり、ああのまあこれ、ようわかりませんけど、ただやっぱり、日のの沖縄の統一地方選挙でね、プリティ・宮城・千恵さんという方が、宜野湾市議選でまあ2位当選されたと、結構な得票されてるっていうのはね、2800 1 0 0票ぐらいですかね、えー、3000票次回得票されてるってのもあって、うん、だから本当ね、あの、まあのまなんていうんですか同じ野党支持者でも、令和叩いてる人とかも言ってますけども、もいや、そんなことやってる場合じゃなくて、やっぱり自分たちの、えー、支持している野党をもっと盛り上げていこうっていう、そういう危機感をね僕は持たないと、えー、いけないんじゃないのかなと。ややっっぱぱりり立憲民主党がやっぱり あの、支持率が、先月も維新に負けて、今月も維新に負けてるっていうのは、やっぱ僕は泉代表がですね、あの、なんかフラフラしてるように見えるっていうかね、ぶれてるように見えるっていう、のが僕は響いてのちゃうかなと思いますけどもね。 まあ共産党も、えー、3.4からですね、まあ、2.5っていう、なんか0.9ポイントから下げてるっていうのも、まあ、ここもね、やっぱ共産党も、あのー、なんていうんですかねこう、いろいろ手打っていかないかんのちゃうかなっていうのは、まあ、思いましたけどもね、うんあのまあ公明,公明とは逆に上げてるっていうね、なんか、あのー、熊野 参議院議員の問題あったんですけども、まあ、これも、まあ、公明党も今月末、えー、代表選やるかどうかってね、山口さん続投するかどうかっていうのも、まあ、ここも注目かなって思うんですけどもね。うん、チャンネル登録よろしくね。